万歳万歳万歳。どうもありがとうございました。今日告示された川北町長選挙は午後5時に立候補の届け出が締め切られ、現職の前哲夫さんが無投票で4回目の当選を果たしました。前さんは副町長を経て2011年に無投票で初当選、24年ぶりに選挙戦となった4年前の前回選挙では新人候補との一騎打ちをわずか74票差で制していました。町民の皆さんが幸せに暮らす、この町に住んでよかったなという、そんな町づくりのために全力を尽くしてまいることを再度お誓いを申し上げまして、お礼の言葉に返させていただきます。前さんの新しい任期は今月27日から4年間です。